博多号専用車両朝、諏訪コ SA で休憩中の博多号。左は2008年導入の純正ボディの三菱エアロクイーン。右は2003年導入の三菱エアロクイーンシャーシを仮装した西高ボディのネオロイヤル SD2。博多号は、西日本鉄道が運行する、バスタ新宿と福岡県北九州市小倉北区、八幡西区並びに、 福岡市中央区、博多区を結ぶ、夜行高速バス路線である。1990年10月12日運行開始。開業時は、京王帝都電鉄との共同運行であった。新宿駅南口のバスタ新宿と、博多バスターミナル間の1097キロメートルを、所要時間14時間17分で走破する、夜行高速バス路線である。 バスタ新宿の開業以前は、東京側の発着地は慶応が運営していた新宿高速バスターミナルであった。かつては、運行距離、所要時間ともに、日本最長の高速バス路線であった。2020年現在では、博多号の運行距離は、OTB が運行するオリオンバスに次ぐ、国内2位、所要時間は、国内4位となっている。博多号が、 運行距離に比して所要時間が比較的短いのは走行区間のほぼ全線で高速道路を走行し他の高速路線バスと比べて一般道路を走行する割合が極めて低いためである。なお、新高速のり合いバス制度施行以前はオリオンバスはツアーバスとして運行していた。そのため、北海道テレビ放送制作のバラエティ番組水曜どうでしょうが 博多号をキング・オブ・深夜バスとして紹介し、出演者が実際に乗車する企画を放送したことで、全国的な知名度が高まった。博多号以外の東京・福岡間を結ぶ公共交通機関としては、前述の夜行高速バス、オリオンバスのほか鉄道路線では、東海道、山陽新幹線、のぞみ、空路では、 首都圏と九州各県の国内定期航空路線、フェリー航路では、東京港から新文字交換のオーシャン東旧フェリーがある。東京側の待機場は、路線開設時の京王バス、A 副町営業所から中野営業所に変更されたが、2階建てバスの運行開始後は、A 副町営業所に戻された。繁忙期は、A 副町営業所のかに、 中野営業所を使用することもある。過去の最盛期に10台から12台で運行していた頃は、両営業所の車庫を使用しても全車両を収容できないため、一部車両は、東京都庁舎の駐車場を待機所として使用していた時期もあった。その後も繁忙期などで続行者の台数が多い場合は、都営バス、新宿支所を待機所として使うこともある。 開業前の計画段階では、北九州市を経由することや、サロン付き2階建てバスの使用、途中サービスエリアで食事を提供することが、検討されたが、運行開始時にはいずれも見送られた。2009年6月時点での利用者数は、年間2.1万人。太字は客扱いを行う場所。交通事情などにより、経営地や休憩場所は変更される場合がある。 バスタ新宿発大南、出入口東京 IC 文字 IC、富野出入口。小倉駅前砂津和立出入口黒崎、インターチェンジ、引野口八幡 IC 福岡インターチェンジ、天神北出入口西鉄天神、高速バスターミナル、博多バスターミナル運行開始当初は、片道15。0円、往復2万7千円の運賃設定で。 運行開始以来2009年まで運賃改定は行っていなかった。運賃は長らく1クラス制であったが2009年12月22日の2階建て車両導入を機にプレミアム、ビジネス、エコノミーの3クラス制に分けられるようになった。エコノミーは往復割引がないものの通常期は片道1万円を切る価格設定がされている。それにより 以下のような運賃体系となった。2013年4月1日に運賃を再度改定し、日により A 運賃、B 運賃、C 運賃、D 運賃の4種類の運賃となった。また往復割引が廃止されるとともに、福岡市内上高、北九州市内上高ともに同一運賃となり、プレミアムシート利用料は3000円に値下げされた。 2014年12月の新型車両導入に合わせ、エコノミーシートの設定がなくなり、運賃が以下のように改定された。なお、続行便で運用される2階建てバスに関しては、ビジネスシート以外はこれまでの運賃体系を引き継ぐ。2021年4月23日運行分からは、ウェブ発売分がダイナミックプライシング型に移行する。価格幅は、 ビジネスシートが9000円から18000円までの12パターン、プレミアムシートは18000円から23000円までの8パターンとなり、予約タイミングによって随時価格が変更される。電話、窓口発売はビジネスが17000円、プレミアムが22000円に固定。博多号の所要時間は航空機や鉄道との差は大きかったものの、 この当時の鉄道利用の場合は、通常期に、新幹線普通車指定席を利用の場合で、片道2万3 1 0百円で、航空機利用なら片道に万五千三百五十円、往復四万五千八百円となっており、価格面では、博多号が優位であった。航空においては、九百九十八年九月に、スカイマークエアラインズが、羽田福岡線に新規参入し、 普通運賃を日本航空、全日本空輸、日本エアシステムの大手航空3社の半額となる13,700円に設定したため、大手3社は、特割などの割引運賃で、これに追随した。この結果、航空運賃は、博多号の片道普通運賃を下回った。後に、航空運賃は徐々に値上げされ、航空の通常期運賃などに比べ、 博多号の価格面での優位性は再び高まった。その後、東京北九州線に新規参入したスターフライヤーが指定期間のみ、発売2ヶ月前予約、購入が必要という条件とはいえ片道1万円、前後の航空券を販売している。北九州発の始発便と羽田発の最終便については、 前日までの購入でも1万3000円から1万6000円程度の価格設定となった。また、日本航空、全日本空輸の大手航空2社も、期間限定の早期割引運賃では、博多号の運賃と同程度の運賃設定を行っている。鉄道においては、福岡市に西日本旅客鉄道山陽新幹線の終点である博多駅が立地し、 JR 各社では、運賃、新幹線特急料金を割り引いた特別企画乗車券の発売を行っている。のぞみばや特往復切符は、福岡側のみの発売で利用条件が限定されるが、福岡市内東京特内館で、博多号のビジネスシートより高く、プレミアムシートより安い往復3万3千円の特別企画乗車券を発売している。航空、 鉄道の各種割引制度や特別企画乗車券の導入による実質的な低価格化により、1999年1月18日以降は、京王が撤退して、西鉄の単独運行に移行し、2往復の運行から1往復に減便された。なお、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの繁忙期には、博多号が増車運行されることもある。 さらに21世紀に入ると、オリオンツアー、ロータリーエアーサービスなどにより、ツアーバスが主催されるようになり、博多号のビジネスシートと同等の独立3列、シートタイプで、片道1万円から1万3000円程度、エコノミーシートと同等の4列、シートタイプの格安便だと、時期によっては片道8000円という旅行代金が設定される日もあった。 また主催者や便によっては、博多号と同様の新宿、福岡市内のほか東京ディズニーリゾート、東京駅周辺、横浜市、北九州市などの多様な発着地が設定された。これらのツアーバスは2013年7月31日の新高速バス制度施行までに多くが姿を消し、天領バスのオリオンバスとロイヤルバスのロイヤルエクスプレスが、 高速乗り合いバスに移行したが、いずれも運賃は、ツアーバス時代の料金より上がり、博多号との価格差は縮小した。ロイヤルエクスプレスは2017年に運行休止され、現在は、オリオンバスのみが残っている。また航空においては、2013年より格安、航空会社のジェットスタージャパンが、成田福岡間に就航し、キャンペーン期運賃では、 手数料投込みで3000円台、それ以外の時期でも手荷物の貨物室預けや座席指定なども別料金で払い戻し負荷という条件で5000から6000円台という運賃設定を行いは、片号も大きな影響を受けている。博多号プレミアムシートスーパーハイデッカーは、片号運行開始30周年を記念して2020年7月から 新型車両に変わった。車種は、仙台同様、スーパーハイデッカー車の三菱不装、エアロクイーン。仙台同様、ロゴは、ゴールド白やコーロゴに、ラインコネクティング博多ウィズ東京の組み合わせとなっている。座席配列も、仙台同様プレミアムビジネスの2クラス製で、プレミアムシート4席、ビジネスシート18席。 スーパーハイデッカー2014年12月から新型車両に変わった。車種はスーパーハイデッカー車の三菱不装、エアロクイーン。白アコーロゴがゴールドになり、2階建てバス同様、ラインコネクティング博多ウィズ東京が描かれている。エコノミーシートを廃止し、プレミアムビジネスの2クラス制に移行。プレミアムシート4席、ビジネスシート20席18席。 二階建てバス、2009年から2014年、乗車口プレミアムシート2009年12月に、従来のスーパーハイデッカー車に代わり、西鉄の高速バスでは、初となる二階建て車両の運行を開始した。車種は三菱不走、エアロキングで、1階にトイレを設置している。外観は、一般公募によるデザインが採用され、ゴールドのベースカラーに、東京都のトゲ、 桜島福岡県の県下、梅が描かれている。座席は、プレミアムシート4席、ビジネスシート21席、エコノミーシート10席の3クラス、計35席備えられている。2階建てバスについては2009年12月より運行を開始したほか、2012年12月からは、北九州経由で運行している。スーパーハイデッカー2階建てバス導入前までは、 スーパーハイデッカー車が使用されていた。岡本太郎のデザインによる白ベースの車両が原則として使用され、図書区名称は白夜光と呼ばれている。専用車両には博多のロゴが表記されていたが、2003年の申請者から多系統への運用重当を意識してロゴがなくなり、それ以前の車両についても2006年秋頃にロゴが消された。 全席独立3列シートでトイレを設置している。運行開始当初は西鉄、慶応とも、正座席23人乗りで、後部サロン付きであったが、西鉄は1994年12月に正座席27人乗り、後部段は室付きの車両に、慶応は1995年8月に正座席28人乗り、サロンなしの車両にそれぞれ変更された。 慶応の撤退後、西鉄では2003年から、交部談話室と、公衆自動車電話を廃止し、他の夜行バス用車両と同様の仕様とした車両が、導入されている。また、2006年からは、従来の西日本車体工業製の車体を持つ車両に、代わり、三菱不走バス製造が仮装する三菱不走トラック、バス純正車体の車両が導入されている。 トイレの位置が異なるため、この車両は座席配置が従来と異なっている。スーパーハイデッカー車は2階建て車両の導入により、通常は博多号では使用されなくなったが、2階建て車両が検査に入る、際のダイソー、あるいは2号車以降の続行便が運行される、際の続行便用として使用されることがある。4列シートのハイデッカー車続行便を運行する場合は、 通常、火の国号などで使用されている、火の鳥カラーで、後部と入れ付き4列シートのハイデッカー車や、かつて、ライオンズエクスプレス専用車であった、白夜光カラーで、スーパーハイデッカーの8545、8546号車が、全席を、エコノミーシート扱いとして運行されることがある。西日本鉄道過去には、年末年始やお盆などの多客機には、予備車や、 系列市街車であった西鉄高速バスの夜行高速車を使用し合計4台から8台で運行することもあった。運行開始当初から1999年頃までにおける最盛期には貸切車を含め10台から12台で運行していたこともある。その時期に比べると続行車の台数は減少している。なお、 西鉄高速バスの車両は西鉄に貸し出されていたため、原則として、西鉄の乗務員が運行を担当したが、乗務員が不足する際には、西鉄高速バスの乗務員が乗務する場合もあった。2003年には、新車として、三菱不走のキロリットル MS86MP、回を導入した。2006年2007年2008年には、新車として三菱不装。 エアロクイーンアイを三菱不走バス製造の車体で導入した。これらの車両には博多のロゴは入っていない。京王電鉄、京王帝都電鉄の初代博多号車両は1990年の運行開始時に導入された初代エアロクイーンであった。エンジン形式は 8DC11、ホイールベースは 6500mm。 固定窓のサブエンジン式冷房車で乗務員用仮眠室と車両中央にトイレを備えていた。初代専用車両は定員23名で車内後部にサロンを備えていた。京王の博多号撤退後は中高路線に転用された。すでに廃車済みである。京王電鉄の二代目博多号車両は1995年に導入された二代目。 エアロクイーンであった。エンジン形式は 8M20、ホイールベースは 6150mm。仙台と同様に固定窓のサブエンジン式冷房車で、乗務員用仮眠室と車両中央にトイレを備えていたが、二代目車両ではサロンは廃止された。元は定員28名であったが、慶応の博多号、撤退後は4列シートに改造の上、 中央高速バスの中高路線に転用された。こちらも、すでに廃車済みである。慶応の車両はいずれも、三菱自公製の純正車体を仮装し、フロントガラスは一枚ガラスを採用していた。前述のオリオンバス以外にも、運行距離、時間で、博多号をかつて上回った高速バス路線は、複数存在する。また、ロイヤルバスが、東京駅、 バスタ新宿福岡間で博多号と同一区間を含むロイヤルエクスプレスを運行していたが2017年3月末をもって運行休止している。新高速のり合いバス制度施行以前は同区間をツアーバスとして運行していた。ありがとうございます。